こんにちは、古翔です。世界の名作文学を5分で語る、時には10分以上かかりますということでやっていきたいと思います。今日はライブではないんですけど、ライブ風にというかですね、居酒屋でちょっと喋ってみるか、文学についてみたいな感じで喋っていきたいと思います。で、一応タイトルはね、小説や詩や戯曲を真剣に読む値打ちがあるのか。まあ、僕はよく受験参考書化しましたって言って、たくさん付箋貼ったり線引いたりしてのをご紹介してますけど、そもそも小説とか文学ってそんな風に読むもんじゃなくて、楽しみながら読むもんじゃないんですかっていうね、そういう声もあるんで、それについて考えていきたいなっていう風に思います。はい。で、まあ大体どうなんですかね。小説ってもともと、まあ特に小説についてはですね、これはただ単に楽しみのためにできたものですよね。この表現形式はね。というか、まあ文学そのものは、でもどうですかね。楽しみのためにできてるけど、なんとなくその儀式化したり宗教的になったりしますね。ホメロスなんかも楽しみのためにできたけど、まあ、やがてね、それがギリシャ民族普遍の物語になったんで、祭りの時にはね、4日4晩、延々と1万5000行、1万2000行、合計2万7000行、イリアスだけだと1万5000行、4日4晩で歌い続けるとかね、そういう儀式化したりしてましたけど、まあ、もともとはね、楽しいから民衆の間に、こう、ブワーッと、人気が出てたってことですね。で、小説は全部すべからくそうですよね。今ある、例えば、サスペンスドラマのね、原作となってるような推理小説とか、そういった類のものって、まあ、そんなにこう、それに線引いて読んだりしないですよね。まあ、ただ単に読んだら面白い、みたいな感じで読むわけです。で、それでいいじゃないかっていうのはね、もちろんそれでいいんですよ。それがダメだと誰も言ってないっていうかね。で、僕もね、YouTube とか Amazon でサスペンスドラマを結構見るの好きでね。まあ、サスペンスドラマっていうのは、まあ、水戸黄門見る心理と一緒ですね。桃太郎侍とか、長七郎、江戸日記とかね、時代劇とか。どういうことかっていうと、行われること、出来事が全て予測できる。予測できるから恐怖がない。で、そこに出てくる感情は全部よく知ってる。だから、何一つドキドキすることもなく安心して見ていられる、みたいなね。まあ、八百長のプロレス見てるのと一緒でね。まあ、これが、ゴンクール兄弟が言った、デュマがね、デュマは偉大な小説だ。まあ、ざっくり言えば、一般民衆が、よく知ってるような感情を一般民主のために作ってるっていうね。まあ、だからこれがフランス版、やつは大衆小説家だって言ってるようなもんなんですよ。日本人はそれに大衆文学っていう概念化した言葉を作ったわけですけど、だからこう、大衆文学と純文学があるのは日本だけだってよく言われて、だから日本はおかしいって言われるんだけど、まあ、フランスだってゴンクール兄弟は、デュマは、そういう人たちの心を潤すためにだけ書いてる作家だっていう。まあ、これはもう大衆文学っていう概念化した言葉はないけど、同じ概念はね、フランスにもちゃんとある。どこの国でも、それはあるわけですよ。サスペンスドラマとね、こう、アカデミー賞を取るような映画と違うでしょってね。全部一緒ですよ。こう、動画は、みたいなね、感じですけどね。はい。で、話がずれましたね。そう。で、小説はだからその、線を引くような小説ってのは何かっていうと、今言ったものと逆で、まあ、純文学が目指すところっていうのは、つまり、安心して見ていられないものを書くことなんですね。大体、水戸黄門だったらね、1時間のうちで出てきますよね。こう みんな知ってますね。で、サスペンスドラマも最初に犬の散歩してる人かジョギングしてる人がね、死体を発見してわーって言って警察が来てって言ってね、こうあって最後崖のところでみたいなね感じになっていくわけですけども、純文学はね、突然そういう世界において真夜中に死体が発見される、仕事帰りの
キャバ嬢が見つけるとかね、あるいはですね、最後は崖じゃなくて最後は結婚式場とかね、最後はあのお葬式の最中に逮捕されるとかね、こう思いもよらない展開になって、そこで思いもよらない感情が表現されている、まあ、そうするとね、安心して見ていられないわけですよ。旅に出ると眠れない人がいるわけですね。こうなんか音が違うとか、空調の当たり方が違うとか、まあ、それと一緒でですね、純文学というのはこう慣れ親しんだものじゃないから なんか不安で、何が起こるかわからないし怖いなみたいなね、そういう感じのものですが、まあ、それはその単に例えばこうどんなに奇をてらったものであっても、感情というのは私たちは知ってるわけなんで、純文学が目指す感情というのはですね、今までにない感情、例えば共同体、まあ、社会として20年後はどうなるんだろうって心から恐怖に思うっていう、例えば、まあ、1920年のベルリンにいるユダヤ人たちが、20年後はもしかしたらとてつもなくやばいのかもしれないという恐怖に取りつかれながら過ごしていることを小説に書いたらね、まあ、予言じゃないんだけど、あのそういう風潮はもうすでにあったようなんですけどね。ちなみにカフカの妹3人は全員ホロコーストで亡くなってるっていうね、そんな感じなんですけど、まあ、いずれにしてもこの新しい時代の新しい感覚みたいなもの、まあ、じゃあそれは古典で読むとね、すでに全ては過去じゃないかっていうことになるわけなんですね。19世紀後半の時代性といってもですね、私たちにとっても歴史なわけなんですけど、でもやっぱりね、その時代のそういったもの、尖ったものっていうのは今読んでもやっぱり尖ってるんですよね。で、この尖りこそ純文学なんですよ。で、大衆文学って尖りはないんです。これはね、明確に見事にないんですよ、尖りが。そういったこの安心して見ていられるんですね。まあ、サスペンスドラマって人が殺されたりして、まあ、犯人だと思ってるやつがまた殺されたりして、殺される、人が殺されるからね、大変なことなんだけど、サスペンスドラマで何人人が死ぬと何も悲しくも怖くもないって、あれは不思議なんですけど、まあ、それはこのドラマの中においては、もうこうなってるんですって、こうドラマ化してるから、定型化してるから、全員がその共同幻想の世界で、全く人が死ぬことに怖さがない、みたいなね、感じになるわけですね。まあ、見とこうももしかりです。ところがこれがアカデミー賞を取るような、そういった映画で人が死ぬようなシーンがあるとですね、これはもうとてつもなく悲しいし、切ないし、怖かったりするわけです。つまり、やっぱりね、表現方法とか、こう目指すものとか、精神性みたいなものはね、明らかにあるということですね。はい。ということで、まあ、こんな感じで、多分ね、飲みながら文学論を話すと、こんな風に喋るんですけど、どうなんですかね。そう。飲みながら喋りたいですね。まあ、ライブでこうやって喋ればいいんですけど、ライブはね、2時間喋ると、一人で2時間喋れないですけど、誰かがやっぱりこう、チャットを入れてくれるとね、それ、こう、もっとこう、パッと広がってくるんですけど、まあ、こうやってこう、一人で喋るときって、これ誰が聞くんだろうなとか思いながらね、喋ったりしますけど、ただ単に喋るとどうなるんだろうなと思うのをですね、どうなるんだろうなというのをですね、ちょっと自分でも試してみたかった、今回の動画。純文学は、筋書きがわからないサスペンスドラマであるというね、そういうことでどうだったでしょうか。はい、どうもありがとうございました。